ボールになります。さあ勝負してくるのか。惜しいですね。いいボールでしたけどね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。打ちました。ボテボテアウト、ワンアウトです。バッターボックスは8番田村。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。掴んで2アウトです。バッターボックスは9番福田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。打ちました。取った。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいマリーンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0ソフトバンクホークスがリードしています。8回の裏に入りました。ホークスの攻撃、打席には2番バッター中村。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ホークスリードで迎える8回の攻撃です。赤星さん、点差がありますんで、ここは自由に打たせるということになるでしょうか。まあ当然そうなってきますよね。ただ長打というよりは塁に出ることが優先になるとは思いますね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。3球目は何で来るか。打ちました。セカンドうまくさばいてアウト、ワンアウト。バッターボックスには3番柳田。前の打席はツーベースでしたからね、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。ピッチャーちょっとどうでしょう、疲れも見え始めたようです。釣り玉でしたけど見極めましたね。振ってきません、外れています。打ちに来ました。ワンボールツーストライクと追い込みました。チェンジアップ外れました。低めの球、これは外れます。スリーボールツーストライク。ここはもう腹を決めて打つにしても見送る。インコース打ちます。セカンドが取る。アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。ピッチャーの状態なんですが相当厳しくなってきたでしょうか。ご覧いただきましょう。走りながらのこのキャッチ、ファインプレーに阻まれました。まあよく追いつきましたよね。今画面に出ているのが先ほどの配球です。最初は変化球できました。ストライクです。打ちました。これはどうか、センターに抜ける。これで3安打猛打賞。2アウトランナー1塁。マリーンズ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の東。バッターは5番栗原。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられたか。打ちました。セカンド正面のゴロ、セカンド取った。1塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。8
8回終わって2対0ソフトバンクホークスがリードしています。里崎さん、ここまでのピッチング、さすがエースの貫禄を示すような内容ですね。そうですね、もう本当に文句のつけようね。初球打ち、打球はセンターへ、ここは打ち上げています。バッターは DH 角中、今日はまだ当たりがありません。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。枠をいっぱいに使ってきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。インコースを落としました。高めいっぱいに決まります。ワンボールツーストライク。高めのボール、左中間へ打球伸びる、センター掴んでツーアウト。3番バッターマーティン、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとは、初球打ち、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった、これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには4番安田、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席、あ、打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入りました、ホームラン、同点のツーランホームランです。千葉ロッテマリーンズ、ホークス、この終盤試合が振り出しに戻る手痛い一発を浴びました。ホークス追いつかれました、2対2。ここで一発を浴びてしまいました。土壇場で試合は振り出しに戻りました。ご覧いただきましょう、スタンドまで運ばれてしまいましたホームランです。完璧に捉えてましたからね。ここで意地を見せられました、同点になっています。打席には5番バッター井上、ホークス最終回で痛い失点、同点にされています。里崎さん、最終回大きな局面を迎えてますね。ここはお互い譲れない展開ですからね、我慢比べになってきてますよね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。2球目は何で来るか、引っ張った、レフトへ打球伸びる、ここはフライになっています。グラシアルが抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回マリーンズ貴重な得点が入りました、2対2、マリーンズ同点に追いつきました。さあ赤星さん、この攻撃に期待したいですね。先頭バッターの仕事が大事になりますね。そうですね、出塁できるか、うちのボール打った、ワンバウンドヒットになりました、レフト前ヒット、デスパイネ、これが今日の初ヒット。ここはうまく打ち返して出塁していきました。いや本当にうまく反応しましたよね。さあここでホークスダイソーを送ります。帰ればサヨナラ、マサゴがファーストランナーに入ります。さあノーアウトで一塁にはサヨナラのランナー、バッターボックスには松田、そして塁上にはマサゴ、バントしました、三塁方向、ピッチャーが抑えた、一塁アウト、送りバント成功、ワンアウトランナー二塁。さあそしてバッターボックスには甲斐が入ります。さあワンアウトになりましたが、サヨナラのランナーが二塁にいます。ここはワンヒットでサヨナラですよね。セカンドランナーが俊足ですからね。なるほど、そうですよね。まず最初のボールを決めていきました。これが2球目、ストライク、ここはあっという間に追い込んでいます。外へのスライダー、ここは見極めています。
ドヒットになった。セカンドランナーはサヨナラか、サヨナラなるか。センター前ヒット、甲斐ヒットが出ました。ホークスとしては何としても点を取りたい場面です。これでサードまでランナーが進みました。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。ここは得点が欲しいですね。ここで申告敬遠を選択。バッターは一塁に向かいます。勝負を避けました。バッターボックスには代打の長谷川。さあ、球場内が大いに盛り上がってまいりました。赤星さん、大きな山場を迎えましたね。まあ、ベンチも勝負に出てますから、ここで決められれば最高でしょうね。そうですね、この大きな期待に応えたいところです。赤星さん、この場面スクイズはどうでしょう。犠牲フライを打てるバッターだと。外のボール打った、いい当たりだ。さあ、サヨナラのランナーがスタートする。ホームイン、長谷川サヨナラの犠牲フライを見事決めました。なんという劇的な幕切れ。ソフトバンクホークスがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。赤星さん、代打が見事勝利を呼び込んでくれました。ズバリハマりました。いや、本当に見事にベンチの期待に応えてくれましたよね。本当にそうですね、期待通りのバッティングしてくれました。勝ったホークス、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のマリーンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはホークスが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。